のんのの動画で土レッスン。こんにちは、のんのです。今日はキュウリの輪切りのレッスンをしてみたいと思います。皆さんの中にはまな板からキュウリがこぼれ落ちたりしてる人いませんか？そんな人のために今日は4つのポイントをレッスンします。どうぞチェックしてみてくださいね。ゆっくりやりますので手元をしっかり見てください。レッツスタート。まずはキュウリ、サイドを落としていきましょう。それからまず一番大切なことはキュウリを固定させることです。ゴロ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 するので危ないので一箇所ピーラーか包丁で剥いておきましょう。筋を入れるためにたくさん剥く人もそれも大丈夫ですよ。それから固定して切っていきます。まずは包丁の真ん中で切ってみましょう。この時ゆっくり、まずはゆっくり切りましょう。右利きの人は右側に落ちるように、左利きの人は左側に落とすようにゆっくり切ってみましょう。こぼれていきませんね。ゆっくり切りましょう。その次は包丁の向きです。これが意外とね知られてなくて、レッスンに来る人たちの様子をよく見てみると無意識のうちに外側に傾いていることがあります。まず包丁を中心、それを中心から少し内側に倒してみてください。そして固定して真ん中で切る、そして内側に向けて切ってみましょう。これぐらいの調子でいいですよ。そして最後は先ほども言いましたけれどもゆっくり切るっていうことです。慣れたお母さんたち、そして主婦の方たちはトン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 、これがキュウリを切ったり野菜を切ったりする時の音だと思って一生懸命動作を音を立てていきます。でもそのことがかえってバラバラにいっちゃったりするようなことになるので、最後はゆっくり切りましょう。これぐらいの調子で大丈夫です。ゆっくりゆっくり、そして少し慣れてたらスピードアップ、そして十分ベテランさんになるとあの音を立ててみてください。じゃあ最初からもう一回いきますね。こちらに置いて、よいしょ。じゃあいきますね。まず1はサイドを落として、1番目は皮をむき固定する、何箇所でもいいですね。固定してください。じゃあ固定をしました。次は包丁の先端よりもやや真ん中、真ん中でもいいですね、切っていきます。真ん中で切る、皮をむき真ん中で切る。そして次が最大のポイントです。中心より内側に包丁を向ける。こんなにしなくていいですよ。ちょっとだけです。ちょっとだけ、気持ちだけ内側に向けてください。向けました。そして最後はゆっくり切る、ゆっくり切ってみる、ゆっくりゆっくり切って、あ、こういうことはあります。ゆっくり切って慣れたらスピードアップ、これで綺麗な輪切りができるはずです。さあどうでしょう、のんのの輪切りのプチレッスンでした。どうぞチェックしてみてくださいね。